安芸の海雪を、安芸の海雪を、秋の海雪を、1914年5月30日から1979年3月25日は、広島県広島市宇品町、現、広島市南区宇品幸出身の元大相撲力士。第37代横綱。本名は、長田雪を、長田隆を、双葉山定寺の70連勝を阻止した。 世紀の一番で知られる。嗜名は、節王だが、本名は、高尾と読む。食料品商の家に生まれ、宇じな神情高等小学校を卒業後は家業を手伝う。1931年に、市内で開催された、関西中学校相撲選手権を観戦したところ、藤島にスカウトされて、各界入り。1932年2月場所に出羽の海部屋から、 長田の四行名で初土俵を踏む。序二段で安芸の海と改名すると順調に昇進して1936年1月場所に新十両、1938年1月場所では23歳で新入幕を果たした。当時の出羽の海部屋では打倒二葉を目指して場所ごとに作戦会議を開いたという。その中から、 どうやら双葉山は右に食いつかれるのを嫌がる。無理な投げを打って体勢を崩すこともあるの。そこを救うか足をかけるかしてはどうかという作戦が笠木山勝一を中心に生まれた。笠木さんは当時としては非常に珍しい大卒、早稲田大学卒業のインテリ力士で笠木山自身が表した横綱双,双葉山論でも取り上げられた。また、それまで何度も 双葉山と対戦したことのある力士では弱点も知られていることもあり入幕して初の上位挑戦でありかつ前年の満州巡業時に双葉山から稽古相手に指名されながらも体調不良で断りその夜のうちに入院猛腸炎だと伝わるして結果的に稽古でも取り組んだことのない安芸の海が打倒双葉の期待を担うことになった 1939年1月場所4日目、1939年1月15日、軍配が帰るや突っかけた、安芸の海は頭を下げながら突っ張った。双葉山も小刻みに突っ張り返して応戦し、得意の右差しに持ち込みミを覗かせてきた。左差しで食い下がろうと考えていた、安芸の海は目論みが外れたが、逆に右前ふんどしを取って食い下がる方に入った。 両回しを取れない双葉山は、強引に右から救ったが、逆に腰が伸びた。土俵下騎士たまりの笠木さんは真珠、今だ、今だ、と絶叫したという。なかなか安芸の海の足が飛ばず、後年、あれだけ、入念に作戦を練って、まさにその通りになってもなかなか思い通りにいかいから、相撲はわからない。あの安芸の海を知ってそうなのだから、と十回したが、 ついにその左外掛けで、双葉山の画像を崩し、二回目のすくい投げをとうと、双葉山が右足を踏み込んだ瞬間、安芸の海の左足が飛んだ。ぐらついた双葉山が掛けられた足を振り払って、騎士改正の右下手投げを打つが、安芸の海は右足一本でこらえて、体を浴びせ、ついに双葉山が、土俵中央に倒れた。世紀の一瞬に、 両国国技館は大決算が大歓声によって震えたという。この取り組みのラジオ実況を担当していた和田信方は、後ろの席に控えていた山本テラに、双葉は確かに負けましたね。と繰り返し認した後、双葉破る。双葉破る。双葉破る。時に、昭和14年1月15日、朝日商店まさに69連勝。 七十連勝を目指して躍進する双葉山、では一門の新鋭、暗芸の海に屈す。双葉、七十連勝ならず、まさに七十、古来やはり稀なり、と絶叫した。かくて安芸の海は、双葉山の七十連勝を阻止し、一躍英雄となる。一番の後、行事部屋で、門付けに着替えて、ニュース映画用のインタビューを受けて、国技館を出たが、部屋まで通常は、 徒歩五分のところ、この日は双葉山を倒した英雄を一目見ようと、詰めかけた大観衆にもまれたことで部屋まで三十分もかかり、到着時に足元を見るとセッタが片方消えていったという。故郷の広島には、お母さんかつたの電報を打ち、実家には直接電話をして、勝利を報告した、実家ではラジオで、勝利の方を聞いた家族が、全員で万歳している写真が、新聞に載った。 この時、出羽の海や入門の時世話になった藤島からは、勝って褒められるより、負けて騒がれるようになれと諭された。出羽の海部屋の前では、安芸の海見たさの観衆が夜遅くまで立ち止まってた、ため、安芸の海は、部屋の2階から、観衆の声に何度も手を振った。この、世紀の一番は、大相撲市場で、最初の公害として伝えられたと言われているが、 この号外の紙面は現存しない。二葉山に勝った自分がみっともない相撲は取れないと、稽古に励み、1940年1月場所で、関脇に昇進。同年5月場所、14勝1敗で、初優勝した、優勝は、この1回だけ。場所後、同部屋の五津島奈良男と同時に大関に昇進した。1942年5月場所後、 テラ国一万倉と同時に、横綱へ昇進。横綱になれたのは、あの一番があったからです、と十回した一方で、なんとか、もう一度と挑んだ双葉山には、その後九連敗と二度と勝てなかった。現役を通して、唯一の金星は双葉山を倒した一番だった。また幕内在位十八場所で解禁して負け越したのは、実質の最終場所になった百四十五年。 11月場所と双葉山を倒した場所だけだった。1946年11月場所をもって現役引退。引退後は藤島の娘と結婚し、年寄り、知らぬいを襲名。後に藤島を継承して相撲協会の理事に就任した。当然、次期、出羽の海の有力候補だったが、1953年に自身が経営していた。 ちゃんこやすげの下にキャバレーを出展させて、出羽の海の怒りを買ったことが致命的になり、その後自身の離婚問題により、平年しりに降格されると1954年をもって廃業した。問題となった、ちゃんこやすげはほどなくして、なくなく手放さざるを得なくなった。廃業後は、東京、八重洲で、相撲料理店、東中野でアパート、北鎌倉で、 用品店を経営し、大相撲中継のゲスト解説に、たびたび登場した。1974年に官暦を迎えたが、官暦土俵入りは行われず、使用する予定だった赤い綱の所持も不明である。1979年3月25日、鬱血精神不全のため、鎌倉市の病院で死去。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。